遊びの基本は親子の触れ合い遊びです。遊ぶことで体と脳が刺激され発達が促されます。そして親と子の信頼感や愛着関係が育ちます。主に1歳を過ぎた頃から親子で楽しめる遊びを紹介します。一緒にやってみましょう。お子さんを抱いて脇を抱え、大人の膝を滑り台のようにして下ろします。はじめはゆっくりと、慣れてきたらスピードを出してみましょう。はい、お子さんを大人の足の甲に乗せてつま先を上げて歩いてみましょう。バランス感覚が育ちます。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。仰向けに寝て足の裏に子供を乗せて持ち上げます。時々揺らしてあげると喜びます。年齢の小さなお子さんはすねに乗せて支えます。丈夫なタオルや毛布の上にお子さんを乗せて、大人が両端を持って持ち上げます。ハンモックのように揺らしてみましょう。お子さんをタオルの上に座らせ、タオルを握らせます。大人がゆっくり引っ張って運びます。座るのが難しければ寝かせてやってみましょう。リズムよく楽しく遊べる手遊びを紹介します。お子さんを仰向けに寝かせましょう。大根一本見つけた、うんたこしょ、だっこいしょ、洗って塩振ってつけ込みます、切ります、トン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 、いただきます。挑戦してみてくださいね。遊ぶときは以下の点にご注意ください。以上、ふれあい遊び、手遊びの紹介でした。育児のことで悩んだり相談したいことがあるときは保健センターの育児相談をご利用ください。待ってます。待ってます。